こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今回からシンバルレガートとコンピングというのをやっていきます。ジャズに限らず、黒人のビートは裏拍から表拍に流れていくビートです。裏拍は不安定なので、アクセントを置かれるとより強い強拍に流れていくわけです。強拍と弱拍については別の動画を上げてますので、そちらを参照してください。ジャズのリズムの特徴は弾んでいるということですね。もともとはシャッフルというリズムからスタートします。最初のフィルインからクラッシュへ、リズムは2拍目から3拍へ、4拍目から1拍目へと裏から表へとつながっていくわけですね。譜面上では4小節でフィルインになってますが、実際曲によってまちまちで4、8、12で文章が切れることが多いので、そこにフィルインを入れてクラッシュシンバルを入れます。この区切り自体はスルーすることも自由なんですが、まずは全部入れていけるように練習しましょう。10という変則なものもあったりします。聖者の行進では8で切れますので、8で切って練習してみましょう。こんな感じで非常に理にかなったリズムですね。2小節目の4拍表にバスドラムを踏んでいました。この緑の部分ですね。ニューオーリンズスタイルのビッグフォーというリズムです。また別動画で取り上げますので参照ください。こんな感じだとロックと同じですから、経験者はそんなに違和感がないかと思います。古いスタイルを演出する場合や単純にグルーヴで盛り上げていくときは、モダンジャズでもこの形で演奏することは多々あります。さて、ではここからどうやって変化していくかなんですが、ドラム以外のソプラノサックスとトロンボーンの演奏に注目して聴いてみてください。トランペットがメロディを演奏しているのに対して、この二人は何をしていますか？このようにカウンターメロディーといって、この曲のメロディーとは別のメロディーを即興で作曲しながら演奏が膨らむように演奏しています。音が後ろにつながっていくよう演奏しながら、相手の音に影響を受けて自分の歌が変化したりしてつながっていきます。会話とは違って、相手の音と重なって構わないので、それぞれが進行方向を持って重なり合うように演奏することによって、ハーモニーとなって音楽が膨らんでいくわけです。大事なのは相手の音の進行方向を予測しながら、足りないところに音を足していく感じです。スイング時代から世界恐慌というのが起こって、バンドが縮小化されていって、ドラムがこのカウンターメロディの役割もやるようになっていったんです。そのためにリズムをライドシンバルとハイハットに任せて、左手と右足でカウンターメロディを作っていくわけです。このライドシンバルとハイハットで作るリズムをシンバルレガートと言います。クラシックはシンバルレガートの動画で解説します。それではドラムセットでこのカウンターメロディーも一緒に叩いてみたいと思います。と言ってもいきなりこれでは難しいですよね。なのでまずはスネアとバスドラムをなくして4小節で区切っていく練習をしましょう。この譜面の形通りです。シンバルレガートは海外では Walk the dog とか Shut the door と歌いながら叩きます。スタートがフィルインとシンバルが1セットで、その後から Shut the door、 Shut the door と2拍4拍から表へ流れていく形で、とっても理にかなっていますね。では演奏してみます。
これだけだと間が寂しくなってしまうので、相槌というのを打ってみたいと思います。1、3拍の裏に左手が入ります。どちらも動きは同じ形です。コツとしてはシンバルレガートの右手が上に上がっている時に左手が入っています。シャッツ・ザ・ドアが終わった後に入って、ハイハットの直前になってます。ではやってみましょう。で、その後に。これでも難しいと感じる人はハイハットなしでも構いません。ライドも四分音符だけでも十分です。このあたりは別動画のシンバルレガートでお話しします。試しに全部入れてみましょう。これはさすがにちょっとうなずきすぎだと思いますが、自分がうなずきたいなと思ったところが正解です。今は8小節ずつシンバルに向かっていきます。フィルとシンバルは文章の段落を変える役割だと思ってください。この段落の区切り方によって音楽が変化していくわけで、8小節じゃないところで区切ったりをしていくわけですが、今はとりあえず8小節ずつ区切れるように練習しましょう。ということで、シンバルレガートをしながら4、8小節でフィルインを入れて文章を区切る、段落を変えるまでにアドリブに対してうなずきを入れて話をしやすくしてあげる、これがジャズドラムにおけるドラムの役割です。このようなうなずきをエド・シグペン先生は句読点、パンクチュエーションと呼んでいました。日本ではこういう受け答えをバッキングと言ったりしますが、アメリカではコンピングと呼びます。コンピングには友達とか会社とかいう意味があって、対等な立場で喋ってるイメージですね。バッキング型だと後ろに回ってしまう感じがしてしまうので、同じ立場で一緒に音楽を作っていくイメージです。さて、今回はここまでです。チャンネル登録の方よろしくお願いします。メールマガジンの方では実際の曲での対応の仕方っていうのをやっていますので、よければぜひ登録してみてください。では